どうでしょうか。うん、そっちの方角はまだ行ってないし、いいんじゃないかな。よ、二人とも。クエストでもやりに行くところか。あ、今から食材を取るためにクエストをやろうと思って。あ、そうだ。もしよかったら一緒にどうですか。三人いれば効率よく回せると思うし。いいぜ、付き合わせてもらうよ。じゃあこのジェリーバードっていうのを追いかけるクエストにしよう。ジェリーバード、焼き鳥にでもするのか。うんうん、この鳥の卵が目的。最近プレイヤーたちの間で話題になってる永久食材です。へえ、永久食材とは気になるな。昨日取りに行った果実は B 級食材だったけど、それでも美味しかったよね。はい、濃厚な果汁が印象的でした。ずいぶん頻繁に食材を取りに行っているんだな。あのね、プレミアちゃんにご馳走を作ってあげようと思って。プレミアに？ほら、ティアちゃんを探すために一生懸命頑張ってるから、そのねぎらいに。それに加えて、いろんな場所を回ってティアちゃんがいないか。そんな理由があったのか。さあ、それでは食材探しに向かいましょう。了解、出発だ。うーん、ジェリーバードなかなか見つからないね。もう1時間ぐらい歩き回ってるような。そう簡単にはきっと見つからないよ。永久食材といったら現状では高ランクのアイテムだし。ティアちゃんがいる気配もないですし、このままだとどっちも見つからなさそうです。どちらか一方でも見つけることができれば。今思ったんだけど、なんでプレミアちゃんってあんなに食いしん坊なんだろう。それはおそらくそばにいた人の影響が。完全に俺を見ながら言ってるよな。俺別に大食いでもなんでもないんだけど、俺が思うにはプレミアの食欲旺盛はアスナに原因があると思うんだ。アスナさんに？どういうことですか？おそらく初めて口にした食べ物がアスナの作ったうますぎるサンドイッチだったことが関係していると思う。なるほど、それだと納得しちゃいますね。よほどの衝撃を受けたのかも。でも思えばプレミアちゃんと出会ってからいろんなことがありましたね。正体不明のクエストの攻略にジェネシスの騒動、それから世界の崩壊を止めたこととか。なんだかあっという間でしたけど、プレミアちゃんと出会ったおかげで私たちもいろんなことを考えられた気がします。いろんなこと？うまく言えないんですけど、いろんな経験を積むことの大事さを学んだというか。そうだよね、設定のない NPC として出会って、それから一緒に過ごして、私たちがいろんな影響を与えたことで、そこからプレミアちゃんは自分というものを作り出した。人間である私たちも周りの人たちの影響を受けて今の自分があるんですよね。そう考えた時、人に影響を及ぼす責任というものがあるんだなって考えるようになりました。人に影響を及ぼす責任か。無責任に人を傷つけたり誰かを悲しませることは相手にどう影響を与えてしまうかってことだよね。難しいことかもしれないけど、一つずつ経験を重ねて周りにいい影響を与えられるようになりたいな。なあ、そうだな。あ、今物音がしましたよ。もしかしてジェリーバード？よし、二人とも俺が音のした場所に飛び込むから、ターゲットが飛び出したところを捕まえてくれ。わかった、了解です。行くぞ。おほー、なんだこいつ。全然ジェリーバードじゃないよ。なんかとても怒ってる。作戦変更、戦闘開始だ。
お疲れ様。なんか言葉が出てこない。はい、手強い相手でしたけど今の相手からも食材がドロップしたぞ。もうかなりの時間も経っちゃってるし、収穫はその食材ってことにしようか。そうですね、プレミアちゃんに料理を作ってあげる時間もなくなっちゃいますし。ご馳走してもらえると聞いて飛んできました。俺たち3人で食材集めからしたんだ。本当は永久食材を狙ってたんだけどね。でもこのお料理もなかなかの出来だから。うん、喜んでもらえるといいな。それではいただきます。どうかな。本当？柔らかく煮込まれた一口大の肉に様々な食材の旨味が出ているスープが、なんか評論家みたいなことを言うようになってきた。皆さんありがとうございました。とても美味しかったです。プレミアちゃんが喜んでくれてよかった。苦労した甲斐があったね。永久食材じゃなくてもこれだけ喜んでもらえたんだもんな。ところでどうして私はご馳走をされたのでしょうか。プレミアちゃんがティアちゃんを探すために頑張っているから、その応援だよ。応援？プレミアちゃんを応援して支えてあげようって思ったんだ。仲間なら支え合うことは大事でしょ。支え合うこと。こうして支えてもらったので私もティアを支えるために頑張ります。うん、頑張ろうね。シリカもリーファも仲間のために自分ができることをやっている。こうした思いはプレミアだけじゃなく仲間のみんなにも伝わっていくはずだ。